台北に場所を移した松。その中で松は結構なにぎわいを持っている錦秋街を歩きます。一見ビジネス街のような雰囲気もありますが、食堂もちらほら見かけます。この店で松は麻油チーなどを注文。これはね、麻油チーとチーローガン。麻油チーね、鶏肉のぶつ切り入ってるね。結構薬草の香りが広がってきて、味そのものはちょっと薄いんじゃないかな。あの麻油チー他のところで食べたことあるんだけど、その時はね、ラー油の油、まあごま油かな、香りがすごい。まあこれもちょっとあの香りはするんだけどね。ごま油のようなラー油のような香ばしさがあります。ああ、肉の歯ごたえが結構あの柔らかくて、肉の旨味があるね。やっぱ薬草の雰囲気、香りなのかな。ふわーっとこうアルコールを嗅ぐみたいなね、感じの匂いがするね。確かに油の風味もありますが、麻油チーの肉は驚くほど柔らかいんです。続いてはチーローカン。チーローカン、赤肉ガンだよね。とろみスープとこうセロリの風味が効いてね。あの自分はセロリはいけるんだけど、こうあの肉のこうあの歯ごたえがいいよね。こう赤肉チーローっていうのは、あの台湾の別のとこで食べたけど結構うまかったもんね。言語日本語に訳すとしたら、とろみスープということになるんでしょうか。もっといい訳がありそうな気もします。でちょっと酸味が効いたあのソースがかかってるんだよね。店の微妙な個性の違いを感じ取るのも旅の一つの楽しみでもあります。